変長らくお待たせしました。日本生命セパ交流戦オリックス浜松中日ドラゴンズ3回戦、まもなく試合開始です。今日の試合はワイズデーとして行われます。そこで今日のスペシャルは株式会社ワイズの社員のお子様たちです。さあ、バファローズの選手がこれよりスピーチへ向かいます。おひげで今日も全員で熱い手拍子を。バファローズのレフトフィールダー石川翔吾、遠藤鶴岡空、センターフィールダー福田周平、遠藤田村翔太郎、ライトフィールダー池山アクト、サーブレスはルネユーバー、エンド橋向かいってショートストップ、紅林翔太郎、エンド田村雄太郎、セカンドレスは西野正弘、エンド7個ファーストレスラー太田翔、エンド原田綾乃、 DA 本宮優馬、エンド石川青子、キャプチャー若月天也、エンド渡辺、これより始球式を行います。今日の試合はワイズデーとして行います。そこで今日の始球式は株式会社ワイズ代表取締役内藤義郎様です。ピッチャー内藤義郎、バッター村松大輝、バファローズの先発ピッチャーは、背番号